今日の罪と罰のコーナーは、あの女子高生誘拐監禁殺人事件をお送りすることにいたします。この事件はもう皆様よくご存知かと思いますが、18歳になりますグループのリーダー A、 それから少年 B、 この2人が企みまして、帰宅途中の古田純子さんを知り合いの少年の家に連れて行って、みんなで暴行して40日間監禁して、最終的には殺害し、ドラム缶にコンクリートで固めて詰めて捨てたという誠に残虐な事件でございます。大沢さん、今までにこれほど残忍な少年犯罪というのはあったんでしょうか？そうですね、殺人とかですね、それからこういう婦女暴行を集団で行うとか、そういうのもありましたよね、うん、だから何人も人を殺したという少年もいましたけれども、はい、殺し方といいますかね、これがこれだけ長期間にわたって一人のまあ若い女性を殴ってですね、慰め者にした挙句、最終的には殴り殺しにしてしまったと、うん、そういう意味でのその残虐性の強いものはちょっとなかったように思いますね、うん、しかも善玉悪玉の芝居でね、ちょっとこのご覧いただきたいんですが、この極征会というグループを作っていて、その主犯格はこの A です。この A と B が結託をして下手な芝居を打って彼女を C の家へ連れて行って、ここで、C の兄の D、 あるいはまた最近逮捕されました E、 その他の仲間も加えて彼女をもう本当に殴り物にしたということで、まあ、私なんか考えますと誘拐監禁婦女暴行傷害致死死体遺棄、ものすごく罪がいろいろ重なって重いんじゃないかと思いますが、その点いかがですか？そうですね、ここに書いてありますように、まあスタッフの方が考えてくれたんですが、まあ大体このぐらいのことやってるわけですね、これはあれですよね、先生ね、今までやってきたこの罪と罰の中でもですね、かなりこの悪い系のパターンが全部出てるような感じがするんですけどね。そう、重たいものがほとんど入ってます ね、これだけやってると普通ですとね、大人がやった場合には当然死刑というね、求刑が死刑向きとかね、そういうふうにまあ非常に極刑が考えられる内容ですよね、それでもやっぱり子供だと少年法の扱いということになるんですか？そうなんです、まあ少年法の手続きの問題とですね、刑の問題と2つありましてね、手続きでは今まで何度もやってきましたような少年法の手続きがあります。だから刑の問題ではですね、制限をするわけですね、重い罪や重い刑は課さないというようなことで、死刑をその18歳未満の者には課せられに行った犯行については死刑にしないとかね。